雅子さまと愛子さまはとても仲良し平和を願い愛子さまが雅子さまの背中を後押し皆さんこんにちはチャンネルをご覧いただきありがとうございますこの動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです今回取り上げるニュースはこちらです3月17日初めての記者会見に臨まれた愛子さま そして、20年前、雅子さまが目を潤ませながら、ご出産時のお気持ちを語られていた、生まれてきてくれてありがとう、の言葉。産んでくれてありがとう、と、母への感謝を述べられた愛子さま。愛子さま今回の会見での、真面目でありながらも、ユーモアを交えたお話ぶりは、まさに、天皇陛下や雅子さまの会見のスタイルでしたね。 雅子さまは、ご自身の体調が万全でない中で、愛子さまのことを最優先に、子育てされてきました。当時は、批判を浴びながらも、投稿への付き添いをされたこともありました。愛子さまの立派な会見をご覧になって、雅子さまは、達成感というか、これまでの努力が報われたというお気持ちになられたのではないでしょうか。 母としての節目を迎えられた雅子さまは、今後、ご自身らしさをもっと発揮できるライフワークに取り組まれることができたら良いですね。そのような中、宮内庁関係者は、雅子さまが、今後に向けて、水面下で活動を始められていると言います。実は、雅子さまは、皇室外交の最前線に立とうと、準備を進められているのです。 ウクライナ情勢をはじめ、海外情勢について、詳しい人物から話を聞いていますとするもの。3月15日、両陛下は、外務省の岡野総合外交政策局長からのご進行を受けています。岡野氏は、欧州局ロシア課長を務めた経歴があり、国際法にも詳しい。ウクライナ情勢については、専門家と言っていいでしょう。 しかも、雅子さまとは、非常に縁の深い人物です。外務省入省は1987年で、雅子さまと同期。ロシア軍は、昨年秋頃から、すでに、ウクライナ周辺に集結し、緊張が高まっていたといいます。両陛下は、昨年11月、そして、今年1月にも、岡野氏と面談しているとのこと。 3連続したご進行は、雅子さまのウクライナ情勢への関心、そして皇室外交への意欲を物語っているのかもしれません。世界に目を向けても、貧困や難民の増大、テロによる多くの犠牲者の発生など、課題は山積しています。人々が、広い心を持って、お互いの違いを乗り越え、 共に手を携えて英知を結集し、さまざまな問題の解決に向け一致して取り組むことが、今の世の中で大切になっていると感じます。雅子さまは、2016年12月の誕生日の文書回答にこう綴られていました。雅子さまは、世界の平和を願う強いお気持ちを持っていらっしゃいます。しかし、 体調の問題もあって思うように取り組めない日々が10年以上も続きました。皇后となられてからも、コロナ禍に海外訪問を阻まれています。そういった状況下でも、雅子さまは、世界情勢についての情報収集は欠かさず、研鑽を続けられているのです。それは、平和外交の最前線に立ちたいという強い思いを抱かれているからです。 雅子さまは、ご自身のキャリアを生かし、令和の皇后としてできる限り、世界平和に貢献したいというお気持ちなのです。そして、愛子さまの会見でも、ウクライナ情勢に話が及びました。ウクライナ国内で、多くの尊い命が失われていることに、非常に心を痛めております。ロシアの侵攻開始から1ヶ月、国連によると、 民間人の死者は1000人を超えたといいます。皇室の方々といえば、まず、政治的発言に関しては、特に慎重にならなければならないお立場。それでも、愛子さまは、ご自身のお気持ちをしっかりと示されました。1ヶ月前の誕生日会見で、天皇陛下は、国と国との間では、 様々な緊張関係が今も存在しますが、人と人との交流が国や地域の境界を越えて、お互いを認め合う、平和な世界につながってほしいと願っておりますと打ち合っていました。愛子さまは、この陛下のお言葉を引用され、私も、このお考えと同じ思いと述べられました。中学の卒業文集では、世界の平和を願う文章を綴られ、 私は、今でも、平和への強い願いを持っておりますと、明言。ただでさえ緊張する会見の場で、堂々と平和を訴える発言をされた愛子さま。その毅然としたお姿は、平和外交の最前線に立とうとされる雅子さまの背中を押したのではないでしょうか。分断された世界に、雅子さまが、希望の光を灯すことができれば良いですね。 ご自身の実力でキャリアを積んでこられた雅子さまとしては、今のウクライナ情勢をご心配なさっているのでしょう。6年前に、すでにご懸念されているかのようなお言葉は、今の時代でも、とてもふさわしい皇室のお姿だと思います。先日の、国民に寄り添うお気持ちにあふれる愛子さまの会見にも、とても感動しました。 平和を愛し願う日本国民の統合の象徴として、皇室外交の場で、十二分なご活躍をなさると、拝察申し上げます。敏宮愛子内親王殿下の立派にご成長されたお姿と、それを誇らしく思い、次期皇位継承を期待する、大変多くの国民の様子をご覧になり、皇后陛下は、ご自身の役目を果たす時が来た、と覚悟なさったのではないでしょうか。 そのお覚悟を支える外務省関係者が、同期入省の職員である巡り会わせも素晴らしく思われます。常に真摯にご公務に励まれ、敏宮愛子内親王殿下の素晴らしいロールモデルであり続ける金城皇后陛下のご健勝をお祈り申し上げます。ご退場が最優先ではありますが、政子妃殿下のご活躍はとても楽しみです。 才能、語学力、優れた知識、上品な品格、が終わりなので、活躍されるお姿はいつでも拝見したいと思っております。愛子さまがご立派に成長され、成人の会見も成功され、国民からの支持も得て、母としても、きっと喜ばしく思っていらっしゃるのだろうと思います。素敵なお二人のご活躍を、心より願っております。 以前、雅子さまが天皇陛下とご一緒に海外の要人の方々と流暢な英語で堂々と談笑なさっていたお姿がとても素敵で誇らしかったです。皇室に新しい風が吹いたようでした。雅子さまが皇室外交の第一線になったら国民としてはとても嬉しいですね。雅子さまのご体調のご様子を見ながら、 徐々に、外交の一戦でご活躍いただきたいです。天皇陛下と皇后雅子さま、愛子さまのご健康ご活躍を心より願っております。本当に国民に寄り添う素晴らしいご家族です。年の宮愛子内親王殿下が、ご立派に成長され、会見で、お言葉は、頭脳明晰、品格、聡明、さすがに、 ご両親の背中を見て、お育ちになられ、日本皇室の誇りと感じました。政子秘殿下の、ご体調に合わせて、大学の勉強に合わせて、ご公務も楽しみにしています。愛子さまのお言葉には、皇室としてなすべき姿に、感謝と震えるほどの感動を覚えました。天皇ご一家のご健康をお祈りいたします。 天皇ご一家を拝見させていただき、強い絆で結ばれておられることが、とても嬉しく思います。愛子さまも成人され、外交にも関わってくださるでしょうが、のさみが増えますね。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。